栗原美希夫は日本の実業家。代表としてフレッシュネスバーガーや義系と共に立ち上げたホッカホッカ、ティンなどを創業している。1951年、埼玉県川越市に生まれる。日本大学生産工学部建築工学科卒業後、1974年に積水ハウスに入社。1978年に退社し、義経の田淵道幸と共に、 伝統フランチャイズチェーン、ホッカホッカ、亭を創業した後、1992年12月に、フレッシュネスバーガー1号店を、東京都渋谷区と三ヶ谷に、自力で立ち上げた。1994年にホッカホッカ店を退社し、1995年に、フレッシュネスバーガーに移り、フランチャイズ展開の経営に専念する。他に、 フライドグリーントマト株式会社代表取締役でご飯どころを8や魚菓子日本一などの飲食事業を手掛ける。2016年現在、飲食業プランニング会社のフライドグリーントマト株式会社の代表を務めるほか、ファーストフード業の株式会社グリーンズプラネットの代表を務めている。実家は川越市で楽器店を営み、小学生の時に趣味で バンド活動を行い、中学時代に水泳、高校時代はラグビーフットボール、大学在学中にはボブスレーの選手であった。ありがとうございます。